門間市駅は大阪府門間市にある、京阪電気鉄道、大阪モノレールの駅。駅番号は、京阪が、KH13、大阪モノレールが24である。1971年6月20日京阪本線の、門間古川橋間の中央環状線との交差部に、新門間駅として、開業、開業当初より、相対式ホームに面4線で、 内側2線は通過線だった。門間駅の廃止と西三層駅の開業に伴い、1975年3月、門間市駅と解消、以後1976年9月に当駅と森口市駅間が複々線化、1980年3月には当駅から茅島駅が高架複々線化された。1997年大阪モノレールの延伸に、 伴い乗り換え駅として、協乗駅舎化される。合わせて、バリアフリー対策が取られ、第6回、大阪、心触れ合う、ちづくり賞で、大阪府知事賞を受賞した。通過線2本を挟んだ、相対式2面2線のホームを持つ、地上駅で、協乗駅舎を有している。改札口は1カ所あり、改札内には、コンビニエンスストアがある。この前後の区間は、 高角間となっているが、当駅の付近のみ、近畿自動車道及び大阪中央環状線の高架と交差するため、線路は地平に降りている。開業から複々線下管成までは、上下本線の他に上下副本線を持つ追い抜き可能駅であった。京城駅構えの地下駅舎は、店舗に転用されている。乗り場島式一面二線のホームを持つ高架駅。 改札外正面には大阪モノレール直営のコンビニエンスストアがある。乗り場確年時の1日乗降。乗車人員は下表の通り。南口駅前広場系販バスが運行している。ありがとうございます。